はい、皆さん、毎度毎度、はい、ビジネスカットね、長すぎず短すぎずね、上ちょっと薄いからね、ちょっと短めに切って終わりと。今回ね、100ボルトのね、電気針金ね、6ミリじゃないんだよね、2ミリかな、0.1 ミリかの刃にね、アタッチメントつけてやってみたんだけど、これ細毛はね、切れないね、アタッチメントつけると毛が入っていかない。で、この時はまだミシン油買ってない時の動画だと思ったからね。ああ、これ意外と入ってがねえんだよ。みんな毛が浮いちゃってんのがさ、こう逃げてるっつうの？はい、しばちゃん先生、毎度毎度ね、過酸化水素の実験ね、一応抜けたね。6%で90度でやって乾かしたら一応抜けてたね。だから何回かやればもっと抜けるんじゃないかな。もう何回かやろうかなと思ったけど、もういいやと思って、抜けるのが分かればそれでいいっていう感じ？あと、美容室用の6%はさ、保護剤がいっぱい入ってるからね、なんたらかんたらってさ、いっぱい書いてあるんじゃない？で、薬局で売ってるオキシフルドールっつうのは、多分保護剤も何も入ってない、ただのさ、過酸化水素水でしょ、あれ。3から4%ってなってるね。まあ、だから手触りが悪くなるっつうの。だから、業務用の6%でやっても、その時はね、手触りいいけどね、その、保護成分がね、抜けた時何回かシャンプーして、やっぱ同じように、バサバサになっちゃうんじゃないの？はい、こちらのね、男性のバリカンカットね、まあ、15分もあれば終わってんのかな。まあ、やり慣れてる方だからね、いつもの方。で、ビジネスカットね、短すぎず長すぎず中途半端な長さ。今、アタッチメント何ミリから何ミリするんだろう。9ミリ、何ミリするんだろうね。だからこれ、簡単に終わってるけど、これを若い人の頭をだよね。こんだけ簡単に切れるかったら切れない切れない。もっと時間かかっちゃうよね。あと、中途半端にね、美容業知ってる方ね、自分はこういうね、簡単なお客様ばっかりね、10分か15分ぐらいでサラサラってね、力入れずに切ってね、だからね、カットはすべて15分ぐらいであれば終わるんだ、みたいにね、勘違いしちゃうんだよね。で、若い人がね、若いお客様をね、30分もカットしてるとね、おめえいつまで切ってんだよ、ってんでさ、よく言う自分のことを棚に上げてね、カットが遅いな、手が遅いとか、容量が悪いとか、気合が足らねえとかってね、ちょっと勘違いしちゃうとの、ね、それちょっと勘違いしないようにね、とにかく髪の毛の量が違うんだから。で、こういう方はさ、すかないでいいんだから。セニングなしなんだからね。それだけでも全然早いよね。はい、お疲れ様でした。この動画の続きは、まあ、別の方に保管しとくわ。保管庫の方にね。はい。